まあ、今回は関数のシリーズとして、まあ、if と or この両方を用いた関数についてご紹介します。まあ、この if と or、まあ、両方使うことによって、まあ、どのようなことができるのかということなんですが、まあ、この通常、まあ、if を使う場合は、まあ、このような形で、まあ、結果に対して、まあ、合格や不合格、まあ、もしくは丸や×といったような、まあ、文字ですね、を表現することができます。で、まあ、片やこの or の方は、まあ、例えばこの b2 もしくは c2 どちらかが、まあ、90以上の場合は、まあ、true や false で表現するといったように、まあ、この表現方法が、まあ、こう言葉で表現できるのか、まあ、こちらのような、まあ、true や false の方で、まあ、表現できるのかというような違いもあります。で、まあ、これを、まあ、この or の時にも、まあ、言葉で表現したいという時には、まあ、この if と or を続けて入力することによって、まあ、丸や×で、まあ、表現することができます。まあ、やり方としては、まあ、こちらなんですが、まずはこの if の関数を入力した後に、まあ、この if の中に or を入れます。で、この or の方は、まあ、こちらと同じように b の2の90以上もしくは c の2の90以上、まあ、どちらかが90以上の場合には、まあ、このような形で、まあ、丸や×というふうに表現するというような形になります。まあ、では早速してみたいと思います。で、まあ、こちらをコピーすることによって、まあ、簡単に入力することができます。で、まあ、こちらをイコールを入れた後に、まあ、先ほどコピーしたのを貼り付けます。まあ、するとこのような形で、まあ、if と or の関数が、まあ、ここに入力されます。まあ、そして、まあ、こちらをチェックします。まあ、そうすることによってこちら、まあ、丸が表現できます。で、まあ、今回の場合は、まあ、どちらか b と c どちらかが90以上の場合は丸ということですので、こちら c が96ということで、まあ、こちらが丸となります。で、まあ、これを下までこうスクロールすることによって、まあ、全てを表示させます。で、こちらの×の方はこの b と c、まあ、ともに90以下ということでこちらが×というように、まあ、この true や false よりも、まあ、この丸や×の方が、まあ、一目で判断がつきやすいということになります。まあ、このようにこの and であったりこの or という場合は、まあ、結果が true や false になってしまいますので、まあ、そういった時にこの if の関数ですね、これをつなげることによって、まあ、こう丸や×で表現することができるということになります。はい、今回は以上になります。